ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日は中日の二遊間です。多いね、中日の話題がね。いきなり増えたね。中日ね、なんか阪神に、阪神なんか見捨てたみたいな感じはあるけども、けども大丈夫。今年もまんべんなくどこの球団も、はいはいはい、行きたいと思うんですけども、やっぱ中日、はい、言われてたのがやっぱ二遊間。そうだな、はい、これ開幕前からずっと言われてました。ロドリゲスと、はい、田中か、はい、田中でスタートしたのかな、はい、まあいいコンビだなっていうふうに思ったけども、はい、まあフライのお見合いだとか、ね、まあ、いろんなことが重なって、はい、まあ、その後から村松が出てきてね、はい、うん、あれしてるけど村松成長したな。ゆたさん感じますか、やっぱり。やっぱ感じる。バッティングもそうだけど、うん、まあ、バッティングの方はね、多分慣れてきたなっていうような感じがするんだよね。もともと大学でやってて、やっぱ慣れっていうのも必要だし、この急にバッティングっていうのは伸びるというよりも、やっぱまずは慣れてからで結果が出てから、まあ、だんだん自信ができてきて、で技術を掴んでいくっていうことが多いんだけども、まあ、大体そういうなんていうの、足跡を踏んでるというかさ、はい、だから非常に慣れてきてるし、うん、プロの雰囲気にも慣れてきてる。あとやっぱショートの守備、はい、これもやっぱり力強くなってきてるな。やっぱ今年はなんか球際も強くなってきてるし、うんうん、プロらしくなってきてるよね。でセンターに抜けそうなのも回り込んで、はい、なんていうのかな、スピード感も覚えてきてるよね。このタイミングで投げなきゃいけないって言ったところで取れるようになってるし、はい、だから非常に成長の後はすごくあるなっていうのと、やっぱ村松が成長してくれるとなんかそこら辺の層が厚くなるんだよね。まあ、例えば田中が全試合出れるんだったらいいけど、はい、だから村松が成長することによってやっぱ流動的にこう使えるというかさ、うん、まあ、もちろん一つのポジションを、ね、しっかり守り通す、じゃあショートでも村松で行くっていうんだったら、まあ、それでも OK なんだけども、はい、まあ、例えばカリステがね、うん、カリステをショートでちょっと使いたいと、まあ、みんな疲れてきてる、うん、田中を休ませて、うん、そしたら村松が成長してるからセカンドに回せるっていう、うん、こう村松次第でどうにでもなってくるなっていう成長を感じるんだよ。まあ、二遊間どっちも行けますからね。そう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 、いやだから村松の成長っていうのは中日にとって大きいし、はい、やっぱ田中が体力がないだけにね、うん、まあ、立浪監督と話した時でも100試合かって言ったら、いや80でもいいからやっぱしっかりした仕事をしてもらいたいと、はい、だからそれはもう多くを望んでも仕方ないんでっていうふうに、ん、もうそこら辺は割り切ってたからさ、はい、だからそこでやっぱこうカバーしていくのは、うん、常時寝ながらも村松がそこら辺を器用にこなしてくれるとありがたいなっていうふうに思ってたんだよね、はい、でもその成長度をすごく感じるから、うん、こう流動的だけど固定にしたいんだけどセンターラインって、うん、でも流動的だけども村松がいることによってそれが可能になってくるという、うん、ああ、だから今までの二遊間はきっちり固定という概念ではなく、うん、今の中日の場合は村松選手の二遊間があることによってのいろんな使い方バリエーションが増えるってことですね。まあ、そうだな、だから田中を少し休ませたりだとか、うんうん、その分カリストをショートに回してきて、うん、村松をセカンドにするとか、はい、そういうこともできるということだよね。だから今だとセカンドできるのって田中美希也選手で、いなくなったらもちろん村松選手、ただショートってカリステ選手だったりロドリゲス選手、まあ、下にはリョーク選手いますけど、だからセカンドの田中美希也選手が抜けた時っていうのがやっぱりぽっかり空いちゃう、まあ、ポイントなんだよね、うんうん、でもそこを彼が埋めてくれるっていうのはすごく心強いと思うよね、はい、そうですよね、うん、あとはやっぱり去年あれだけその、ね、スタメンで使われて1年間の実績を持って掴み取ったっていうのも、うん、まあまあまあそうだな、うん、まあ、本当に昨年はねチャンスはいくらでもあげるよみたいな、うん、そんな感じがあったんだけども、はい、今年に限って言えば、うん、そうじゃない競争だぞみたいな、うん、今年はみたいな、まあ、そこから掴み取ってきてるから、はい、だからそこら辺の成長と精神的な強さ、うん、まあ、そういうものはすごく感じるんだけどね彼にはね。そうですよね、うん、でも開幕スタメンが、はい、もう田中美希也選手とロドリゲスで行くって言われた時に多分村松選手はやっぱ悔しい思いも、いやめちゃくちゃ悔しいよ、ね、あったと思うんですよ。いやだって俺もオープン戦の時に全試合スタートで出てて、はい、開幕の日に外されたからね。それだからもうショックだしさ、もうふてくされるしかなかったようなことを思い出すけども、でもそこでふてくされるんじゃなくて、うん、やっぱり常にいい準備をしておかなきゃいけない、うん、まあ、それが彼にはできたんだろうね。まあ、当面大丈夫なのかなとは
期待するけどね。となるとですよ、はい、まあ、ショートが、村松選手で、はい、セカンド田中幹也選手となると、はい、じゃあ支配下に本当直前で持ってきたロドリゲス選手はじゃあもうダメなのかなっていうふうにこれはどういう感じですか。やっぱ彼若いな。まあそうですね、あのね、でもね、その身体能力的にはロドリゲス、はい、素晴らしいものがあるよ、うん、でも野球ってさ、それだけじゃできないよね、うん、なんか精神的なケアがあったりだとか、もう本当に若くして国を離れて日本の野球に身を投じた、まあ、そうなってくると、まあ、ある程度プロで飯を食ってて、ある程度年齢を重ねていろんなことを経験してたら、そういうことも、ね、経験で弾き飛ばすことができるかもわからないけども、やっぱケアだな、誰か。そうですね、うん、だからマルティネスっていうのが同じキューバで、はい、いるけども、ピッチャーと野手じゃさ、やっぱ離れてるし年齢も違うからさ、なかなかな、面倒見るっていうことができるかできないのか分かんないけど、同じベンチの中でってことですよね、試合の、まあ、そうだな、だから孤立感があってくると、やっぱこう寂しいとか、うん、まあ、そういうことがあるとやっぱこう難しいし、やっぱ仲間だぞって、でも仲間だぞって言われても言葉が通じないと、はい、なかなかコミュニケーションも取りづらいだろうし、うん、だからまあそこら辺での精神的なケアをね、うん、してあげて、本当に育てたいんだったら、うん、細かく若いうちはやってあげないと、うん、まあ、日本の選手でもなんかこう精神的にね、うん、弱る人もたくさんいるし、うん、やっぱそこら辺のなんかこうケアだな、まあ、監督だったり、まあ、コーチであったりとか、あとはもちろんあの日本人選手だったりとかの、まあ、監督コーチも大事なんだけどさ、うん、やっぱり一つは若いだけに仲間だよ、選手ってことですよね。ああ、ドトちゃん一緒に飯食いに行こうだみたいな、うんうんうん、OK みたいな、うん、美味しいかみたいな、うん、俺がご馳走してやるよみたいな、あ、まあそうですよね、まあそんな感じになると、うん、まあ溶け込んでいけるんだろうなと思うけども、うん、まあ、最初はね無我夢中で支配下を目指して、ね、評価されてで背番号もらって、でもいざスタートするっていうことになってくるとさ、もうみんなライバルじゃない、なんていうの、急に背番号をつけた途端にライバルっていうことになってきて、ましてやスタートしたってなると余計に距離を置くみたいな、そういうことをやっぱプロだからさ、こっちの方が評価されてんの、よしみたいな、構ってる暇がなくなるというか、余裕がそうですよね、他の選手、まあ、そうそうそう、いやだから、まあ、そういうところでの少し精神的な負担っていうか、そういうこともあるのかなっていうのには想像するけどね。そうですよね、だからヒット打ってベンチ戻ってきても、なんか例えば誰もちょっと、ね、一緒になってわーって喜んでくれなかったりとか、なんかそういうのがあるとちょっと不安になっちゃったりとか、まあ、人のヒットというかさ、同点の時とか、うん、やっぱそういう姿が映し出されるね、ベンチの中で、なんか一人だけちょっと違う動きしてるしな、うん、なんかちょっと大丈夫なのかなって、いやだから、まあ、そこらへんおーみたいな、そうそうそう、誘ってやって、うん、やってほしいなと思うよね。なんていうの、疎外感があるとさ、うん、どうしても、まあ、疎外してるというか、うん、そんなことはないと思うんだけど、うん、やっぱみんなまだ自分のことで一生懸命な選手たちがたくさんいるから、うん、だから構ってる暇がないというかさ、でベンチにもあの試合にも集中しなきゃいけないし、うん、そんな横でさ、おいロトちゃんみたいなさそんなことやってたらどうやってつけられるからさ、うん、あ、そうか、だから集中しろみたいな、うん、まあまあだけど、でもそれも乗り越えなきゃいけない、うん、まあ、壁の一つでね、うん、まあ、能力的には立浪監督が惚れ込んだだけに、はい、やっぱ身体能力の高さだとか、うん、そういうものは持ち合わせてるよ、はい、であとはバッティングだけだなっていうふうに言ってたけど、うん、これもやっぱ慣れで自分のものを掴んでいくと思うから、うん、あとはやっぱこうそれ以外のことでね、はい、ケアをしてあげた方がいいなと思うよね、うん、あとカリステなんですけど、カリステはもうレフトで行くんですか。いやいや、まだまだ、あれはユーティリティプレイヤーとして使うと、ショートでももちろん、もちろんチャンスは残されてる。うーん、ただロドリゲスが出てきたから、うん、カリステをレフトってなってきてるけども、はい、でもここはちょっと時間がもう少しかかるなと思えば、うん、また内野もやらすだろうし、うん、
だからまあそこら辺はでもそうは熱くなってきてるよね。もちろん今のところはじゃあ村松選手がショート、うん、田中幹也選手がセカンドっていうのが今の今現段階の布陣なんですね。ベストの布陣だろうね。だからまあ村松がなこうやって成長してくれると本当に他にいろんな悩みが出てくるというかさ、はい、これはあのいい悩みがね、うん、だから本当にあの田中もそうだし村松もそうだし、うん、まあ成長をね遂げてほしいなと思うよね。そうですよね、はい。いやね、中日、ね、今シーズン、まあ、あの立浪監督の3年目と言われて、はい、でいろんな選手の補強も行って、はいはい、で二遊間もねこういうふうに流動的ながらのこのバリエーションのこう幅広さっていうのも、まあ、そうだね、うん、まあ、何を言われたって我慢をしてきたからね立浪監督は、はい、だからまあここら辺でねその恩に報いてほしいよ。そうですよ ねもう本当に使ったと思うよ、経験させてあげたと思うよ。ですよね。あ、だから、まあ、村松は特にね、あの頑張ってほしいな。ですよね。あと皆さんが考える例えば中日のなんかベストな二遊間とか、はい、もし何かあったら書いていただけると現段階の、まあ、まあそうだな、ね、嬉しいです。はい、はい。